エプソンの 3D 映像の特徴は、なんといっても明るいにつきます。そしてもちろん高画質です。映画館などで 3D の映画をご覧になり、 3D 映像が暗いと感じたお客様は少なからずいらっしゃると思います。そんなお客様に応えるべく、我々は明るい 3D プロジェクターを開発しました。3D 映像は右目用、左目用で構成されていますが、この右目用から左目用の映像が切り替わるとき、同様に左目用から右目用の映像が切り替わるとき、メガネのシャッターが両方閉じる時間があります。我々はブラックアウトタイムと呼んでおり、これが 3D 映像を暗くする要因となっています。我々はこのブラックアウトタイムの短縮をパネルの高速駆動技術により実現しました。そして光効率を飛躍的に向上させた eTOL ランプを採用したことも、明るい 3D の実現に一役買っています。高画質 3D の実現に向けて、絵作りにも徹底的にこだわりました。まずは 3D メガネ越しに見た時の色再現です。メガネ越しですと崩れがちな色のバランスをしっかり調整しました。また明るくすると出がちなクロストークもしっかり抑え込んでいます。 3D 映像の色調整の段階では、映画はもちろん様々な 3D コンテンツをチェックしながら色のバランスを取りました。その結果、非常にバランスの取れた明るい高画質 3D 映像が実現できました。エプソンの明るくて高画質な 3D 映像をぜひお楽しみください。